I rap it on my name, killing rappers on my hang, I'm by the chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm the f***ing front of this. I ran in the truck with the truth, trying to get it, what it do. バカにしてるのか？違うんです、これには人の命がかかってるんです。現状、木ノ葉とオロチマルの関係は安定している。我々の任務があくまで奴の監視である以上、君たちを止めはしない。だが落ち着いたとはいえ、オロチマルが残忍な忍びであることには変わりない。我々監視任務の忍びでも奴の殺気に顔色一つ変えずにいられるのはヤマトさんくらいだ。悪いが、アジトの中で何が起きても関与はしない。俺たちも命は惜しいからな。今のところ何も変わったところはありませんね。期待外れたぜ。もっとやべえもんが来るから。少しは楽しめそうじゃねえか。さあ、ビビってねえで行くぞ。岩部くん、薄気味悪い部屋だな。これを見る限り、かつて人体実験をしていたっていうのも本当のようだね。とにかく早く先に行きましょう。人間なのか。岩部くん、なんだお前ら、木ノ葉の忍びか。なら何だってんだよ。ったく、ヤマトたちも何でもかんでも入れるんじゃないよ。こっちの仕事が増えるだろうが。僕たち、オロチマルさんに用があって来たんです。ええ、あの人に今そんな暇ないよ。だからさっさと帰って。そんなわけにいくかよ。オロチマルのとこまで案内してもらうぜ。せっかく寝てたのを邪魔されてイライラしてんだ。そっちがその気なら痛い目を見てもらうよ。もうめんどくさいな。これでどうですか。体が水に触撃したはずなのに全然効いてませんよ。これで分かったでしょ、僕は君たちのような雑魚が叶う相手じゃないんだ。なんだと。この人の言う通り、力の差は歴然だよ。じゃあ逃げ帰れってのかよ。違うよ、正攻法で勝てないなら頭を使うんだ。頭っつっても。ああ、もう実験の機械を壊して。あの人から怒られるのは僕なんだからね。そうか、分かったぞ。悪いけど、お前たちに付き合ってる暇はないよ。行くよ、フォーメーション Z だ。あ、めんどくさいな。やめて。くそ。さ、おとなしく眠ってくれ。かかりやがったな。ダメージを受けている。思った通りだよ。体が液体化することで電気伝導率が高くなる。だから電撃には弱くなるんだ。電撃がこの人の弱点ってことですね。これで当分は動けないはずだよ。倒してみりゃ案外やっけないや。今のはちょっと効いた。感電したはずじゃん。もちろん電撃には弱いさ。でもあれくらいじゃねえ。そんなとはいえ痛いことに変わりはないからね。罰として骨の 2,3 本いただくよ。デキくん、やめなさい。部屋が汚れるじゃない。すいませんでした。あなたはその程度の力でここへやってくるなんて、勇気だけは大したものね。それで私に用があるって。
それメタル？デキ君、どうして僕が？わざわざ私を呼びつけたんだもん。それはとても大切なことなのよね。さあ教えてちょうだい。さあ愛をください。サインだ。愚かな子供たちね。まあいいわ、よこしなさい。どうやら助かったみたいですね。何これ、私も随分と見くびられたものね。帰ったら父にきつく言っておきますから。なんですか？あの子は今大事な治療中よ。無事は保証するわ。ボルト君以外にも友達ができたよ。